しょうか。私演じるあられちゃんはよく言えば天真爛漫で悪く言うとちょっとガサツな女の子で、でも私素の早見あかりがそんなような女の子なのですごく演じやすかったです。分かりやすく私の素の表情が見られたのではないかと思います。みんながすごく仲が良くてやりやすい中でのお芝居だったのですごく楽しかったです。あられちゃんなのでけんちゃん、はい、市原さん演じるけんちゃんと一緒にねお芝居することが多かったんですけど、ややこしいね、けんちゃんけんちゃん俺もけんちゃんけんちゃんけんちゃん、あーけんちゃんけんちゃん、こっちのけんちゃんけんちゃん、そう、どっちもけんちゃん、それで、ね、現場でもややこしかったんですけど、まあ、私はけんちゃんって呼んでたので、けんちゃんのね、私ほななって言ってこう去る時にポンポンってやる姿がすごい好きで、まだ1話2話ではなかったのかな、ポンポンまではほななって多分言って帰るシーンはあったと思うんですけど、あれが一番好きというか、まあ本当はもっとあるんですけど、こう今後出てくるのでネタバレになっちゃうので、こうねこうさらっと言える程度のポン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 っていうのが好きでしたね。というリクエストが出ましたので、市原さんぜひほななポンポンやっていただけたら嬉しいですよね。けんちゃんがポンポンしてくれるんだったら俺もします。俺がすんの？なんでめちゃ無理やな。ケンちゃんがケンちゃんにポンポン、ダブルケンちゃんにケンちゃんが、ケンちゃんにお願いしてるんですよね。俺ケンちゃんだし、ケンちゃんがケンちゃんに、じゃあ4本がケンちゃんに、ケンちゃんでしょ、はい、ケンちゃんケンちゃんですよね。趣旨が変わってきてちょっと打ち合わせとちゃうやんけ、巻き込んじゃうかなと。いい大人たちがふざけ始めたぞ。あられちゃんに、あられちゃんにポンポンしたほうがやろかな。いいですか。俺大城くんにするから。じゃあほななって言ってポンポンって大城に。全然な。そうですか。ほなな。これ盛り上がりますかね。今皆さんの心の中でもすごくキュンとしてると思います。はい。二人が一緒にいるだけで胸キュンなんですよ、撮影現場で。僕らただ普通に現場に行ってやってるだけなんで。それを別にみんなを胸キュンにさせようと思って現場入ってないんで。俺ら年食った。そんな狙ってるわけじゃないんで、ちょっと難しいんですけど。確かにね。